通貨 TT41TT41 TT は、東芝が開発した通貨の PDC、対応携帯電話端末製品である。2004年6月24日発表2004年6月26日より発売開始。東芝は通貨向け端末として、これまでは折りたたみ式のものを供給していた。しかし TT41 では、その形状をストレート型とし、 すっきりとした印象を与えるものとなっている。丸みを帯びたボディは持ちやすく、またポケットへの出し入れの際に、引っかかりが生じることのないよう、アンテナ内蔵し、突起部分をなくした。ボタン部分には、若干の流起があり、操作性を高めている。カラーバリエーションは、レッドブラックの2種類を用意した。128ドット四方の小型 STN、液晶ディスプレイを採用。 通話とメール送受信という基本的な機能のみで十分とするユーザーをターゲットとしており、画面に表示されるメニューはシンプルなものである。イスウェブ、イスウェブメールには対応していない。一方、電源として 1000mAh という大容量なリチウムイオンバッテリーを搭載し、連続待ち受け510時間、すなわち3週間という極めて長い待ち受け時間を実現した。東芝は、 TT41 の後継機種である TT51 において形状として再び折りたたみ式を採用した。カメラや高精細なメインディスプレイを搭載し高機能化に傾倒する気配を伺わせたが少なくともズーカー向け端末に限ってはシンプルで簡単な操作性を追求する姿勢に変化を見せていない。ありがとうございます。